佐賀を出て27年東京へ来た仲間がこれだけ集まるのも大変嬉しいことです。高校時代の仲間が集う同窓会が舞台になった演劇。とにかく佐賀の商店街が寂しくなった。先月佐賀市で行われた新しい劇団の旗揚げ公演です。劇団員は皆45歳以上。人生経験こそ豊富ですが、演技の経験はほとんどない人たちが集まりました。私だってもう一回生き直すつもり。10年以上介護を続けてきた女性の自分を取り戻したいという願い。東京公演武道館でやったってやろう。30年店の切り盛りに奮闘してきた女性が追う若き日の夢。中高年の団員たちそれぞれの思いが舞台の上で弾けました。去年1月佐賀市で劇団が誕生しました。佐賀パーフェクトシアター。劇団員は38人。演技の経験はほとんどありません。団員の条件はただ一つ、45歳以上であること。入団のオーディションには45歳から78歳までの115人が集まり、中高年だけの劇団が生まれました。応募動機には仕事でも家庭でも聞き役、これからは私が表現したい、夢を叶える最後のチャンスなど熱意あふれる言葉が並びます。バッテン痩せとる父さん、何倍言い出すと。はい、すいません、随分痩せたとやな。発足から1年半、週2回稽古を重ねてきました。ちゃんと劇団の代表栗原誠二さん、佐賀で子どもたちによるミュージカルなどを手掛けてきた演出家です。栗原さんは年を重ねた人にしかできない表現があると考えています。挫折、喜び、喜怒哀楽、いろいろ経験していらっしゃるだろうから、そういうのがやっぱり演劇にはすごく役に立つ。自分の体を使っていろんな役になるっていう部分ではやっぱり自分の経験、その引き出しの多い方が引っ張り出してくるのにはね、なかなかいいかな。旗揚げ公演の台本が出来上がったのは今年1月。タイトルは夕空晴れて。東京で開かれた佐賀出身者の同窓会を中心に展開していく3幕の舞台です。主人公の2人は高校時代の恋人。同窓会をきっかけに互いに独身だった2人は仲を深めていきます。しかし仕事や家族など背負うものが大きくなっていた2人は再び別れを選ぶというストーリーです。そうよ、一筆にキスでかよ。夏さんといかんでもよか。ここに用意した。母さんもまだ69、ギリギリ70前だし体は元気なのよ。主人公の竹富夏子を演じる宮地和子さんです。演劇の経験は全くありません。これからの生きがいを考えていた時、この劇団と出会いました。宮地さんは夫と娘、そして母の由紀子さんとの4人暮らしです。由紀子さんは介護が必要なため3年前から同居しています。この日は由紀子さんが時折失神するのを心配し診察を受けました。もう2分以上やったら、うん、もう救急車で搬送してっていうふうになんかケアマネージャーさんが言ってくださってる、うん、
心臓全く正常だもん。強かよ。よかったね、お母さん。心臓はバッチリやん。よかったよかった、とりあえずね。検査では特に異常は見つかりませんでした。一過性の貧血のような状態と診断され、宮地さんもひとまず胸をなで下ろします。ありがとうございました。お騒がせしました。どうもでした。宮地さんが介護をするのは、由紀子さんが初めてではありません。4年前まで夫の父の介護を7年間してきました。夫の父が亡くなると、今度は自分の両親が介護が必要になり同居。子供に英語などを教える18年続けた仕事を辞めざるを得ませんでした。父はすでに他界し、今は由紀子さんの介護をしています。お母さん、歯磨きした？磨いてない。あ、磨いてない。今磨いていこうか。由紀子さんは認知症を患っています。最近は数分前の出来事を忘れることもあります。宮地さんは認知症の症状が進む母に付き添い、ずっと見守ってきました。宮地さんが介護の心境を綴ったブログです。うつ状態だった義理の父に夜中に100回以上呼び出された日もありました。宮地さん自身がカウンセリングが必要なところまで追い詰められます。本当にその介護っていうのは、その明日がわからない、だからこそ余計にこう自分の中でこうなんていうのか、モヤモヤするものができてくるんですよね。だからやっぱずっとこうやって、今日ぼーっと母と一緒にしてる時に、私は今からどうなっていくのかなって、いつになってもじゃあ自分の楽しみっていうか、脳がその自分が思い描いてる生活ができないなって思ったので、じゃあもう今だな、だったらやれる範囲で並行してやっていこうっていうことですね。自分らしさを取り戻す何かを探していた宮地さん。45歳以上の劇団員募集に迷わず飛びつきました。練習を始めて1年、初心者ながら宮地さんは主役に抜擢されます。宮地さんが演じる夏子は母と暮らすため恋人と別れ、東京から佐賀に戻る役。その心境はこんなセリフで語られます。20年以上暮らした東京ですから、そう簡単にさよならっていうわけにはいかないんです。でも母は70年近くも佐賀にしがみつくようにして生きてきたんです。私が帰るしかなかったんです。